世界が終わる前に。どうした？まだ寝ててもいい時間だぞ。北川先輩が戻ってこないの。私探してくる。え、アスカちゃん。待つんだアスカちゃん。里の中全部探したもん。ダメだ、外は何があるか分かんないんだぞ。どうしたの？二人とも朝から仲良すぎるわよ。ジェリさん、北川先輩、朝早く出てったきり戻ってこないの。だから俺が見てくるよ。タケルだね、お父さんが呼んでるわ。角土さんが？ほらほら早く。舞さんなら私が見つけてくるわ。ちょ、私も行く。悪霊の大軍だ。敵数およそ100、いや200か。波状槌も見えるぞ。お前は角土様にお知らせしろ。俺は狼煙を上げる。はい、急げ、
日が暮れちまうぞ。待ってろよ、カグツチ。見事に仕事を果たしたが、これならば当分結界を張ることはできない。大ナムジも便利な人形を手に入れたものだ。のろしか。せいぜい慌てふためくがいいわ。なるほど。たけし君はどんな姿をしている？剣は使えるのか？待ってください。同じ剣道部でしたから、俺より強いかもしれません。のろしが上がるんだ。敵だ。敵襲だぞ。カグツチ様、敵襲です。何？俺も行きます。あともう少しよ、頑張って。ごめんなさい北川さん。何さっきから謝ってんのよ、おかしいよ。友達なら助け合うの当たり前でしょ。台からのろしが上がった。石膏を放って敵の様子を探らせているが、どうやら今までになく大掛かりな襲撃らしい。アマテラス。はい。女子供を集めて岩屋に避難してくれ。わかりました。タケル君。はい。君も友人たちを連れて避難した方がいい。俺戦います。君は腕が立つ。ありがたいが、危険な目に遭わせるわけには。戦わせてください。里の人たちにも恩返しがしたいんです。それにここには結界があるんでしょ。アスカたちは結界の中にいれば安全なんじゃないですか。結界はないのよ。お父さん、結界が破られたの。もうすぐそこまで敵が来てるのよ。何？北川。北川先輩。戻る途中にも何度も気を失いそうになってたの。タケル、北川さんを休ませてあげて。分かった、神殿に運ぼう。案ずるな。結界が破られてもまだ二重三重の防衛線が張ってある。守り手は持ち場につけ。後の者は手はず通り隠れ家に急げ。はっ。タケルさん、私たちはこれから秘密の岩屋へ向かいますが、あなた方にはもう一つの抜け道を教えます。危なくなったらお友達を連れて避難してください。どうして一緒に行ったらいけないんです？悪霊の狙いはこの私です。一緒にいるところを襲われればあなたたちの身にも危険が及びます。昨夜、タケルさんを案内してあげなさい。はい、お母さん。では小淵で。ほう、神の里が見えるぞ。父上の言った通りだ。結界は破られた。では正面突破といくか。目にもの見せてくれるわ。突撃隊長か、勇ましいことだ。なら私はお手並み拝見といこう。高みの見物か、凛。血の気が多いな。その調子でせいぜい臓物をまき散らすがいい。それとも私に手助けしてほしいか。ご要望とあらばいかようにも敵をほふってくれよ。そう、人の形をとどめぬほどにな。
だが卑弥呼様は無駄な殺戮を好まれぬだろう。地に飢えた精霊め、行くぞ者ども。来たか。まだ撃つな。まだだ。来るぞ、構えを取れ。撃て。固まれ。第二章。ヒルグラ、大弓や射手を狙え。格闘士様、危険です。下がってください。下がるわけにはいかない。一人も入れるな。突っ込め、閉じ込まれ。はしごを渡せ。波状槌を引け。奴らにぶちかましてやれ。来るぞ、本を固めろ。お薬ができました。あったかい。私は野切と言います。大丈夫、あなたは見た目よりもずっと強い子だわ。ごめんなさい。ほら、また行った。二度目だ。里が攻撃されてる。俺、外の様子を見てくる。タケルお兄ちゃん。サクヤちゃん、セリ、北側を頼む。カグツシさんを助けなきゃ。悪霊の大軍が来てるのよ、危ないわ。秘密の抜け道があるんだろ。頼む、俺も後で追いつくよ。何よ、タケル君のバカ、道も知らないくせに。いいわ、行きましょう。キャレ、カグツシとアマテラスを逃がすな。くそ。カグツシさん、行け。皆もう抜け道に向かっている。タケル君、避難しろと言ったはずだぞ。俺も言いましたよ、戦わせてくださいって。里の人たちはもう抜け道に向かっている。俺たちは正門を守り、時間を稼いでいたんだ。他の人たちは犠牲なき戦いは存在しない。友人たちはどうした？サクヤちゃんと抜け道に向かってます。よし、俺たちも行こう。見つけたぞ！その首もらった！煙が上がっている。南方はなかなかよくやっているようだ。神の里は間もなく落ちるでしょう。だが本当の戦いはその後です。アマテラスとカグツチを倒さねば真の勝利とは言えません。倒したら
この世界はどうなるんだ。悪霊どもの天下になるのか。私たちは己の欲のために戦っているのではありません。根の国と足原の国はもともと一つのもの。全ては始まりの状態に戻るのです。始まりの状態？争いもなく、憎しみも悲しみもない。そう、まるで生まれたばかりの赤子のような安らかな世界。信じられないな。憎しみがあるから話し合うこともできる。悲しみがあるからこそ喜びも輝く。そうじゃないのか。たけし様はまだお目覚めではないのです。今おっしゃったことはすべて相争うこの世界の生み出した写し絵に過ぎません。すべてを等しく幸せにするには一度すべてを捨て去るしかないのです。もうたくさんだ。荒ぶる魂といったところですな。内なるスサノオよ、お前はいつ目覚めるのだ。全てを捨て去るだと？このやりきれない気持ちも捨て去れというのか。もう一度、俺はあいつと決着をつける。俺の望みはそれだけだ。根の国の幸せなど知ったことか。大丈夫？ええ。タケルお兄ちゃん、早く来てくれないかな。何心配してんのよ。タケルはすっごい強いんだから。うん。私たち逃げてばっかだね。私だって戦えたのに。ん？お父さんが心配なの。私だって弓ぐらい使えるのよ。剣だって軽いのならこなせるわ。お父さんの隣で戦いたかったのに。昨夜お嬢様、お父様は根の国一の使い手ですよ。悪霊などにやられるようなお人ではございません。知ってるわ。でもタケル君がお嬢様の役割を横取りしたですか？それともタケルさんのことが気にかかるのですか？違います。もうやだ。誰がついてこいと言った？角寿司さん一人で行かせられますか？タケル君、俺は遊びに行くんじゃないんだぞ。悪霊の野営地を襲撃しに行くんだ。なおさらです。それに俺、タケシと琴乃のこともあるし。君も強情な若者だな。俺の若い頃にそっくりだよ。だがその話は後だ。薄い煙が上がっているだろう。ええ。あれは野営地の煮滝の煙だ。主力は出払っている。残るは護衛と側近だけだろう。あとはオオナムジに出くわさないことを祈るだけだ。オオナムジ？悪霊どもの参謀さ。腕も立つが、それ以上に奇妙な術を使いやがる。でも、もし出くわしたら。決まってるじゃないか。戦うんですね。逃げるのさ。え？まさか。タケル君！あの大きな天幕に卑弥呼がいる。
卑弥呼を倒せば戦いは終わる。敵の多さですね。そうだ、俺もしかしたら会ったことがあるかもしれないです。夢の中ですけど、笛の音だ。一体誰が？卑弥呼かもしれぬ。抗議だ。あなたの笛の音はいつも悲しいのですね。この私が憎いですか、それとも己の身の上を嘆いているのですか。私にはどうすることもできません。ここにあなたを留めておくのはたけし様のお心を案じてのこと。返すわけには参りませぬ。タケルさん、琴の卑弥呼、覚悟！どけよ、オーナムジ！そうはいかぬ！逃げるんだ、コトロ！でも、タケシさんが！どこへ行く？コトロさんを連れてどこへ行く？タケシ、やっぱりお前か！さあ、みんなのところに帰ろう！俺は行かない！タケシ！琴乃さんを連れて行くなら俺を倒していけ。バカ野郎、琴乃を殺す気か。俺は本気だ、戦え、タケル。何やってんだよ、目を覚ませ。タケル君、助け立てるんです。だけを考えろ。たけし君がなぜ敵に組みしているかは分からぬ。だがお前たちは必ずまた巡り合う。それにはまず生きてみんなのところにたどり着くことだ。はい、たけし、俺は諦めない。必ずお前を連れ戻してやる。逃げる私たちを悪霊軍はしつこく追ってきます。みんなを足原の国へ返そうと助けを求めて蓬莱山へ。でも現れたのは派手で怪しいお姉さんたちでした。次回出雲
高き剣の戦記第6話死生獣。